はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は滋賀県湖南市の長寿寺にやってまいりました。パチ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 ということでね、湖南三山のね、一つ湖の南側のね、湖南三山の一つの、長寿寺ですね。このお寺もですね、国宝の、建物でね、有名なところですね。でここまっすぐ行きますとね、その長寿寺の本堂なんですが、横にですね、白山神社がありますね。まあ、神仏集合ってことでね、お寺とね、神社がね、こう並んでるわけですね。なんかね、小宝とかね、安山とかね、長寿にね、ご利益があるようですね。まあ名前がね、長寿寺ですからね。まあもちろん長寿にはね、ご利益あるってわかるんですが。ここにですね、多宝塔のね、石塔がね、立ってますね。結構ね、大きいですね。石造多宝塔ということで、聖武天皇の菩提を、弔うために鎌倉時代に建立された多宝塔であると。現在は総輪が欠けているが、この種の石造多宝塔の異例は極めて少なく、全国に10基程度が残るのみであるということですね。すごくね、大きいですよね。ここにもね、石塔が並んでますね。下はね、石段になってますね。石畳になってますね。日本最大級多宝塔ということで、やっぱね、大きいですよね、サイズがね。ここにね、鐘がね、ありますね。鐘楼がありますね。あそこにもね、石塔がね、奥にありますね。で、ここに石塔がね、ありますね。対になってますね。で、こっちが弁天堂ということで、重要文化財ですね。これですね。これがね、重要文化財の、弁天堂になりますね。まあね、小ぶりですけどね、すごく立派な建物ですね。1484年の建立と見るべきだというのが結論であるということでね。まあ、15世紀頃のね、建物じゃないかということですね。で、周りはね、池になってますね。まあ、弁天様をね、祀ってるんでしょうね、これね。で、こっちがですね、本堂ですね。国宝の本堂ですので、国宝の本堂ですね。ここには手水屋があって、竜の口からね、水がね、出てますね。
天平年間にね、両弁僧正によって建立された直願寺であると。要するに天皇の命令によってね、作られたお寺ってことですね。で、国宝に指定されていると。聖武天皇がですね、大仏造立のため、信楽の宮に遷都されたおり、世継ぎの誕生を両弁に帰省、せしめたところ、両弁は、亜生山中の幕府にこもって祈り、間もなく皇女の降臨を見るに至ったと。上元年中にってことですから、9世紀ですね。非常に古いですよね。まあ、いつ作られたかっていうのはね、あまりこう、確かではないらしいんですが、まあ、古いことは確かですよね。日本一の木造だぞ。中はね、撮影できないんでね。ここにね、あの大仏さんがね、いらっしゃるみたいですね。ここには、なんか、収蔵庫になってね、重要文化財の大仏がね、いらっしゃるようですね。で、これがね、本堂ですね。本当に古い感じがしますね。ちょっとね、白山神社の方にもね、行きたいと思います。ここからね、あの階段になっててね、白山神社の境内に行けるようになってますね。まあ、本当にまさに神仏集合って感じですね。ここにね、鳥居がありますね。重要文化財白山神社拝殿ってことで、古来より長寿寺の鎮守者であって、最新は白山姫の神を祀ると。現在の拝殿は様式によって室町時代後期の作品と認められると。すごくね、立派な拝殿ですね。参拝の作法が二拝二拍手一拝ってことですね。で、こっちにね、三重の塔があったみたいですね。祈願が残ってるようですね。礎石が残ってるみたいですね。で、これが白山神社のね、本殿になりますね。で、本殿の前にはね、一対の狛犬がね、いますね。で、これがね、国宝の長寿寺ですね。本当に真横にありますよね。下の方はね、なんか苔が蒸してますね。
拝殿をね、こう本殿から見たね、拝殿の絵ですね。拝殿もすごく立派ですよね。この焼いたのは何でしょうかね、なんか。多分ね、古いお札とかをね、燃やす場所だと思われますね。まあ、こんな感じでね、本当にお寺と神社の拝殿がね、もう本当に近接してますよね、こんなにね。まさに神仏集合ですね。で、本殿と。三重の塔のね、跡があると思うので、こっちもね、行っていきたいと思います。まあ大体ね、三重の塔とかね、五重の塔とかっていうのはね、消失してもね、礎石は残りますからね。大体まあ礎石で、大きなね、石がね、埋め込まれてる、ますからね。これですかね。あ、確かにね、石が残ってますね。何書いてあるか分かんないですね。これがね、いわゆる、三重の塔の跡ですね。まあ、おそらくね、立派な三重の塔がね、建ってたんでしょうね。ちゃんとね、礎石は残ってますね。ここはなんか池みたいになってますね。ああ、こっからのビューもいいですね。こっからね、白山神社の拝殿と、長寿寺のね、本堂がね、こうやって見えますね。な、薪ですね。ああ、池の中に入らないでくれってことですね、これね。なんかこの池はまったらね、なんか、底なし沼みたいな感じですね、なんかね、一見するとね。人工的な池なのか、自然の池なのかちょっとわからないですけど、まあ、こんだけ寺に近いってことはね、人工的な池の可能性もありますよね。じゃあちょっとね、白山神社を参道を戻る形になりますね。比較的新しいんですね、この鳥居はね。ここにドーナーの名前がね、書いてありますね。で、これが参道ですね。まあこれもね、もみじ、カエデですから、秋はね、紅葉がすごく綺麗でしょうね、これね。
で、ここね、白山神社の扁額がね、ここに掲げられていて、まあ、これが、一の鳥居ですよね。白山神社って書いてありましたよね。まあ、こっからね、ここでですから、右に行くとお寺、左に行くとね、神社ということですね。はい、ということでですね、今回は、滋賀県湖南市のね、長寿寺ですね、本堂がですね、国宝に指定されているね、長寿寺をね、散策しました。まあ、湖南三山のね、一つでね、まあ、立派な国宝の本堂もありますし、まあ、特にね、紅葉の季節はね、綺麗ということで、ぜひね、こっちの方来たらね、長寿寺ね、参拝、散策されることをね、お勧めいたします。